セミチャンネル。今回はジョルノの整備です。やったのはまずはシートを取りました。シートの張り替えです。タッカー使って頑張りました。ここからは早回しです。キャブの清掃のため全て外装を取ってます。意外にジョルノって取る場所いっぱいあってキャブに到達するの時間かかりますね。そしてキャブなんですがオイルまみれでオイルで層ができちゃってて、まあ、一回も前のオーナーさんが外してないということで清掃から入りました。清掃しないと本当に物がどこに何がついてるのかわからないぐらいすごくてチューブとかも見えない状態で固着もしてました。こんな感じで清掃してから取り外しにかかってます。エアクリの中もスポンジはもうダメになっていてもうボロッボロで大変なことになってました。なんやかんややって出来上がりました。どうぞ。こんな感じで全部終わるのに2日間かかりました。あとはここから清掃等を行って販売車両になります。販売の方はインスタグラム、ツイッターなどに流しますのでぜひご覧ください。シートめちゃめちゃ可愛いです。はい、後日のお掃除ミミちゃんです。似合うでしょう、この青いゴム手袋。超必死です。めちゃめちゃ綺麗に洗いました。まあずっと置いてあったってことでサビとかまあ苔もちょっとあったかな。あと泥汚れ全部綺麗に取りました。ピカピカなジョルノちゃんになりました。まだまだ乗っていただけます。こんなお掃除ミミちゃんの映像を最後にどうぞ。どう？結構いつもふざけてるけどちゃんと仕事中してるでしょ。真面目でしょ。そしてお隣では YB50 の整備してます。冬でも外で水使ったりするので手がどうしても荒れちゃいますね。最後は綺麗に洗ってあげたので拭きに入ります。いや、こんだけ手をかけるとやっぱり可愛くなりますよね。バイクってなんだろう、自分の足でもあるけど本当相棒になるというか、触れば触るほど愛着が湧いて私は好きです。体操もしっかり拭いて最後綺麗に上げていきます。はい、急なエンジン音びっくりしますよね。 YB をエンジンかけてます。 YB ちゃんも完成です。とても素敵な YB ちゃんもぜひ販売してますので皆さんインスタに載ってますのでご覧ください。洗いも終わって拭きも終わって最後は、締める作業でございます。足元ねまだボルトを締めてしっかり締めてなかったので
っかり締めていきます。ここのね、止めてる場所も少し浮かせて洗ってあげると、サビとかね、やっぱ足の裏泥ついてるから、ここに泥溜まっちゃったりするので、泥もきれいに洗ってあげました。最後しっかりソケットで締めていきます。こんな感じで全部締め終わって終了です。抜けない、おー抜けた。ということで、ミミちゃんマンでした。またね。ご視聴ありがとうございました。いいね&登録ぜひよろしくお願いします。ミミちゃんマンでした。